新鮮安心いなべ、いなべ。今回は年間を通じてさまざまな野菜をいなべっこに出荷している今西正春さんをご紹介します。今西さんが野菜作りを始めたきっかけは、4、5年前に、孫がさつまいもを作ってくれということで、それだったら上で畑で作っていると猿やイノシシが来ますもんで、この田んぼを1枚、畑にしようかなということで、ほんでさつまいもを作ることにしました。この畑でいろいろと作って、いなべ声出したいなというきっかけでした。広々とした畑ですくすくと育っている美味しそうな野菜。いろいろ夏野菜を作っております。きゅうりとか、ナスとか、インゲン豆、そしてレタス、大根、そして人参、トウモロコシ、ジャガイモというような風でございます。今西さんの野菜作りに対する思いとは、作る以上は真面目に野菜はしてやると、野菜もそのようにできてきてくれると思いますので、大抵時間があるとここへ来たりしております。今西さんのモットーは、皆さんに安心して食べていただける野菜作りです。家族でも食べたり、またいなべっこへも出したりするときに消毒をしておくと、皆さん嫌がりますし、消毒はできるだけ避けております。今後もいろいろな野菜作りにチャレンジしていきたいということです。立派な品物を作って人一倍に出していきたいなと思っております。これもしたい、あれもしたいということで、毎日が楽しいですね。丹精込めて野菜作りをやっていきます。家族にも喜んでもらう野菜作りと、皆さんにも喜んでもらう野菜作りをしていきますので、ご賞味ください。